低い、というには実感もない。回し車を回すと餌、必要なものが出る。いらないもの、それはゴミ箱に捨てる。回し車を回せばそれは処理され消えていく。すべてに対し、現状の、何かの無形なものに対しても、ともかく不要は捨てられ、必要はやってくる。必要なものは来ていますか？何かの共感とともに、問われる感覚は、ある。失った、それはいずれ取り戻せるのか。何かのイメージとは異なる、重い何かはそこにある。状況の緊急性に関して、優先順位の感覚は主観的であると理解はしてても、何かの放置というかそれは、不意に寂しさのようなものと共には、ある。未来ある環境の方を優先し、ないところは後回しになってる感じ。犠牲になるつもりもないが、大賀さん、その決定では、割とそうでもない。過去を、不意に振り返ったりする。